皆さんこんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？このビデオは47課の1番です。今日は単語と例文を一緒に勉強しましょう。今日はちょっと漢字が違うのは、日曜日で、昼にビデオを撮っているからです。ではですね、単語のページを見てください。これは、大家でやっぷんゆ、大家だるゆ、みんなの日本語の台湾バージョン、新海1の47課の1番の単語です。このページですね、この単語のページと、それからこっち、このページを一緒にやっていきましょう。ではまず、1番から、吹きます。風が吹きます。自動詞ですよね。と普通形ね、吹く、吹かない、吹いた、吹かなかった。で他に吹くなんですけど、実はと風が吹くという自動詞だけじゃなくて他動詞もできます。例えばこれね、私はこうやって笛ですか、笛を吹きますとか、フルート、こうですよね、フルートを吹きますというのができます。それから次ですね、2番、燃えます。ゴミが燃えます。これもがなので自動詞ですね。 something burns ね、ゴミがとか、家がとか、火事の時とか家が燃えます。あと他の使い方ではこれね、心で heart ね、心が燃えますどういうことかというと、例えば何かとても面白いことですね、スポーツをしている時とか、一生懸命こう勉強している時とか、仕事ですね、一生懸命仕事をしている時、とても頑張る気持ちがありますね。あれね、心が燃えますと言います。皆さんどんな時心が燃えますか？例えば恋愛している時に心が燃える人とかね、自分の夢ですよね、 dream ね、将来の夢のために心が燃える人もいるかと思います。では次です、3番、なくなります。一般的には in general ね、 we use it for people、 人、ね、人がなくなります。自動詞ですね。死にますというのがあるね、死にます、死ぬですね。で死ぬ、なくなりますの普通形いきますね。なくなります、なくなる、なくならない、なくなった、なくならなかった。で死ぬに戻りますね。死ぬなんですけど、普通は例えば、動物ですね、犬が死ぬとか猫が死ぬとか使ったりと、動物になくなるはあまり使いません。それから例えばテレビの、そうですね、なんか事故の話で誰かの家族じゃなくてね、あと事故で何人死んでしまったという時には、亡くなるを使わなくてもいいかもしれません。でも自分の家族や知っている人のについて話す時には亡くなるを使ってください。次ですね、もう一個、この亡くなるなんですけど、このないですね、サッパイゲサ、ね、シューバイダシューですね、シューのメイヨーラ、ね、モウジョウゲイセね、なくなる、これね、ものに使います。例えば、私の携帯電話ね、携帯電話がなくなりましたとか、あれ、このペンがなくなりましたとか、ものに使うといいです、このなくなるですね。人の場合には、こちらの、この教科書のこのね、漢字ね、この漢字を使ってください。では次です、4番、集まります。人が集まります。これも自動詞ですよね。でなくなります、普通形、なくなる、なくならない、なあどんどんどん、すいません集まりますの普通形、集まる、集まらない、集まった、集まらなかった。で集まりますなんですけど、集まりはね、名詞になります。英語のギャザリング ね。でこれパーティーと、大体同じ意味で使いますが、パーティーは時々とても大きいものもありますね。集まりはとても小さいサイズ、例えば3人や4人とかね、10人ぐらいで友達と会ってご飯を食べたり、一緒にビールを飲んだり、あれも集まり、ギャザリングですね、よく使いますよ。5番ね、別れます。人が別れます。別れます、いろいろな別れるがありますね。例えば
ハイキングをしているときに、例えば、ね、みんなでハイキングしていますが、このグループだと2人はこちらへ行って、こちらのグループはあちらへ行きます。 これでここでスプリットね、分かれますという使い方もあるけど、ここで使っているのは例えば恋人ですよね、彼と彼女とかね、で恋人がとフェンショーね、ファンサーをね、分かれますね、like、セパレティブとか、あと夫婦ですよね、結婚した後でね、これ離婚っていうとディボースですよね、ライファンね、ディボースの時も人と人がね、夫婦が離婚する、これも別れるというのを使います。あと他に別れるね、人じゃなくてもいいです。道ってまあまあルーでね、何関東語なんだっけ、忘れた、ごめんなさいthe road ね、道がスプリットね、こう分かれるですね。車運転してる時に GPS がね、100メートル先でこう道がこう分かれますとかアナウンスもあります。で次は、6番ですね。6番はします。このしますは中国語とちょっと違いますが、これは特に気をつけてください。音がします、声がします、味がします、匂いがします。中国語ではあるを使いますよね。なんかヤオセンとかヨウ、何これあんたとヨウウェイダオとかのこうヨウね、ヨウメイヨウとかヤオモ、でも日本語はありますは使うことができません。この五感ね、ファイブセンシスはあるじゃなくてしますを使ってください。ではね、次へ行きますね。次はですね、形容詞に行きます。形容詞ね、厳しいですね。厳しいってストリクトね、厳格、法院、例えば厳しい規則とか、法律はローですよね、ファローね、ローね、法律が厳しいとか、ルールは英語です、外来語ね、ルール、レギュレーションね、ルールが厳しい。でひどいね、ひどいはいい形容詞ですけど、これはネガティブに大体使います。このすごいはなんかワーオとかグレイトとかアメイジングポジティブとそれからネガティブね、すごいにはポジティブとネガティブどちらの使い方もありますが、ひどいは悪いことに使ってください。例えばとても悪い彼がいます、でもひどい彼ですねとか、例えばとても大変な事故がありました、アクシデントね、今日はひどい事故がありましたと言ってください。次です、9番、怖いですね、怖い、スケーリー、コンブーですね、怖い、で怖い映画ですよね、で怖い映画はこれ英語ではね、ホラー映画、英語じゃない、外来語でホラー映画と言います。怖い映画はあまり言いません、ホラー映画ですね。皆さん怖い映画、ホラー映画が好きですか？ちょっと私はあまり好きじゃありませんけど。次ですね、実験、実験、エクスペリメント、実験をしますとか、実験を行います、と実験の結果はどうでしたか、ね、実験で、データですね、でデータ、英語のデータ、外来語ですよね、データを、例えばキープは保存する、データを保存します、あとデータをこうキャンセル、ね、デリート、トータリーデリート、データを消去しますと言います。で人口で、人口ポピュレーションですよね、人口がこちらね、人口が増える、インクリースね、人口が増える、で人口が減る、ディクリース、で増えると減るはガーッ使って自動詞ですけど、他動詞はどう言いますか、うん、人口を増やす、そうで人口を減らすですよね、うん、であとは人口ですから多い少ないでね、人口が多い、人口が少ない、皆さん香港の人口は何人でしたっけ、うん、そう今だいたい750万人ぐらいですよね。日本の人口分かりますか、うん、そう実は多分ね、みんなが思っているより日本の人口は多いですね。1億2500万人ぐらいです。1億2500万人だいたい中国 の10分の1、11分の1ぐらいですか。もう人口、日本の人口って本当はすごく多いですよね。しかも面白いのは東京と大阪だけじゃなくて47都道府県、北海道から沖縄まで小さい町がたくさんあって、でほとんど の大きい町は人口が20万人から100万人ぐらいの、ユニットは小さいですよね。
だから日本中旅行すると面白いのは、この人口が日本のいろいろなところにたくさんいて、でいろいろなところに美味しいものや面白いものがあるからかもしれません。で、ね、次行きましょう。とね、匂いですね。匂いなんですけど、匂いはね、スメルですよね、ウェイダーね。で、匂いがさっきやった匂いがします。あとのこれ一緒に覚えましょう、香りでね。香りは絶対にいい香りです。例えばこれ花ですよね、お花ね、お花で、ああいい香りってね、花の香りとか、あの例えばそうですね、他に何の香り、例えば香水、パフュームね、香水、シャンシュエルね、香水のいい香りとかですよね。あと料理とかお料理のいい香りで、このね匂いなんですよ。この漢字を書くと、これって点がありません、日本語ね。日本語は点がない、気をつけてください。でこの匂いなんですけど、匂いは英語ではまあスメルですよね。なんか変調だ、ウェイダーね、あの良くないのですね。匂い、この漢字を使います。ニュートラルの時はひらがながいいですね。あともう一個、これ同じなんですけど、ちょっと書きましょうね。こっちはに、あ、え、なんでクになったの、ごめんなさい。匂いで、これ名詞ね、ナウンね。でこっちはあのアジェクティブ、形容詞で、いい形容詞、これね、臭いと言います。臭いは形容詞で、あの変調な、スメリーね、スメリーとかスティンキーとか、ね、臭い、いい形容詞ね。で臭い、あの悪いものですよね。次ですね、次は科学ね、科学を研究しますとかね、科学の本を読みます、医学ね、医学を学びます。あの学ぶは学生の学に、ね、勉強しますね。で文学って、文学が好きです、ね、文学について、研究しています。でパトカー、警察の車ですよね、パトカー、ね、で救急車、救急車アンビュランスですよね、救急車をこう呼びます、救急車が来ました。賛成ですね、賛成と反対なんですけど、あの対象、どえしゃん、ね、どういじょん、ね、にだよね、何々に賛成でね、動詞はあのですもするもどちらも使うことができますが、賛成するはアクションの感じだよね。で、あの賛成ですは状態の時使います、どちらも使います。次です、反対ですよね。大統領ね、皆さん日本には大統領がいますか？そう、いません。日本は首相しかいません。そうですね、うん、大統領がいるのはなんか中国とかアメリカとかね、台湾とかですよね。で次によるとですね、によると according to 眼中者ましま、例えばその情報インフォメーションのリソースを言うんですよね。新聞はニュースじゃないね、新聞はポーズだよね、あのパーチューね、あの新聞によるととか、あと according to the news、 ニュース、テレビのニュースによると、あと according to 先生、先生によるとのように使います。次です、婚約します、 to get engaged でね、と例えば、山田さんと、ね、婚約しました、あの婚約、エンゲージメントリングね、婚約指輪と言います。皆さんの婚約指輪、日本で最近あの婚約指輪をあの買わない、あの若い人が増えていると聞きました。香港ではどうでしょうね。ではね、次どうも、ね、あのどうもはあのよく分かりませんが多分ですね、あの英語だと somehow です。どうも、例えばね、予想しますね、どうも、あ、例えば、例えばね、この教科書の会話では、高橋さんが予想してます、どうも、誰だったかな、あ、渡辺さん、そうそう、渡辺さんは綺麗な女の人ですね。で高橋さん、どうも渡辺さんは恋人ができたようですね、 It seems あのでもよく分かりません、はっきり理由もないです。でもあのグイシャね、このグーハー、 I guess の感じね、使います。で次です、恋人、ね、彼や彼女ですよね、恋人、少しだけ古い言葉で少しだけフォーマルですね。例えばあの自分の恋人を、ね、紹介するときに、こちらは私の恋人の、あ、加藤さんですのようなあの話し方はしない、多分彼のとか彼女のと言ってあの紹介したりします。で次、相手ですね、相手はの関東語のドイフォーでね、あのプトファー、ドイファー、だからパートナーですね。
例えばね、あの電話してる時に電話の相手誰と電話していますかとか、あとビジネスの相手、ビジネスパートナーのね相手ですね。あと例えば、うん、あまさみさんでね、あの恋人がいますかって、今恋人が秘密でも、なんもあまりオフィシャルにはまだいません、恋人がまだきちんといません。でそれでしたら、あのどうして恋人がいませんかって言って、いい相手がいないんです、こんな風に言ったりします。次ですね、知り合います。で知り合いますというのは誰か、なんか人ですよね、人と、あのなんか例えば名前を教えたりとかね、連絡先を交換したりして Get to know someone、 知り合います。で知り合いますなんですけど、この知り合いはあの名詞で人です、 someone I know、ね、でも友達じゃありません、まだ友達じゃありませんが、名前や例えば会社が分かりますとか、と共通、ね、コントンな朋友、ね、あの共通の友達がいる状態、あの人は私の知り合いですと言います。で普通の友、知り合いだよね、ちょっと知ってる知り合い、次は友達で、次はいい友達そして最後はね、多分これベストフレンド、親友です。あの親友、皆さん親ありますけど家族じゃありません。親友は本当にとてもいい友達、多分普通の人は親友は一人か二人しかいないかもしれませんね。皆さん親友は何人いますかで次ですね、結晶、うん、あの丁寧に言いたいときにはおをつけてください。お化粧しますね、お化粧します。世話をします。例えば 花、ね、花の世話をしますとか、あと、うん、子供の世話をしますと使います。女性、ね、女の人ですね、フォーマルです。男性、ね、で長生き、長生き、長は長い、生きますは live ですから、長生き名詞で長生きします、グループさん live long、ね、長生き、おじいちゃんおばあちゃん長生きしてくださいねと言ったりします。次理由ですね、reason、理由を言いますとか理由を説明します。で関係ですね、あの関係、例えば A と B は related、 関係がありますとか、 A さんと B さんはどんなご関係ですかとか聞いたりします。だから英語だとね、 What kind of relationship do they have、 なんかちょっとなんか変な感じですけど、日本語では大丈夫です。 A さんとあの B さんどんなご関係ですか、あ仕事関係ですとかね、あのあ大学の友人ですとか、実はあの親戚、リラティブですね、親戚なんですとか言ったりします。いかがでしょうか、ちょっと長くなりました、ごめんなさい。では一緒にあの単語を勉強してきてどうでしたか、単語頑張って覚えてくださいね。で次は一緒に文法をやりましょう。じゃあお疲れ様でした、またね、バイバイ。